ウォーターセブンを出航後、不気味な海域フロリアントライアングルに迷い込む一味。そこでヨミヨミの実を食べた骸骨のブルックと出会う。死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。オオカ七部会、月光モリアに奪われた影を取り返したいブルックと共に、一味はモリアが支配する島スリラーパークに乗り込み、激闘の末モリアを倒すことに成功した一味だが、そこにもう一人の七部会、バーソロミュークマが現れた。政府の命令でルフィを狙うクマの攻撃で全滅寸前まで追い込まれた一味だが、唯一意識を保っていたゾロの命がけの交渉により窮地を逃れる。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。ブルックを仲間に迎え入れた一味はグランドラインを半周した地点、レッドラインに到達する。新世界に入る下準備のためシャボンディ諸島へ向かう途中、一味はかつてイーストブルーで戦った魚人ハッチャンと再会。ハッチャンと和解した一味は彼の案内でシャボンディ諸島に上陸する。しかしそこでは天竜人と呼ばれる者たちが横暴な行為を繰り返していた。天竜人とは世界政府を作った王たちの末裔であり、もし逆らえばたちまち海軍大将が派遣されるという。そんな彼らとの間にいさかいを起こし、ハッチャンが撃たれる。それを目の当たりにしたルフィは激怒し、天竜人の一人を殴り飛ばしてしまう。この一大事件は瞬く間に海軍に伝わり、一味は完全に包囲される。絶体絶命の状況で一人の男が姿を現した。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー D ルフィ。俺に命令するな。一方その頃、シャボンディ諸島の各地には超新星と呼ばれる懸賞金額億超えのルーキー海賊たちが集結していた。大変なことになった。麦わらのルフィが天竜人をぶっ飛ばしたって。船の出航準備は。昨日すでに。今すぐ船に向かう。大将なんぞに出てこられてたまるか。出航準備だけしておけ。はい、直ちに。さて誰が出てくるか。ホーキンス船長。落ち着け。今日俺の命日とは出ていない。天竜人を殴っただと。本気か。噂通りの怒り具合だな、麦わらのルフィ。大将と今ぶつかるのはごめんだが、挨拶くらいはしてやろうじゃねえか。面白いもんを見逃したようだ。麦わら屋か。顔を見に行くとしよう。予想より海軍の動きが早いな。おい、ドレークや。手伝ってやろうか。死の外科医トラファルガーロー、俺に構う必要はない。飛ばせるなら。やれやれ、すれねえ。
戦闘死亡率 0%。 迷惑な連中だ。おかげでこっちもただじゃ済まねえ。カポネギャングベッジか。今俺たちに思想は見えない。ローマの層、君の悪い能力だな。魔術師バジル・ホーキンス、野郎ども、やり合う準備はいいか。はい、ファーザー。奴らの負けだ。兵力差でな。麦わらのルフィ、すでに終わり。天竜人を殴るとはしょっちゅうねえな。完全に包囲される前にここを動かなければ。タクト、麦わらの面を恨みに行きてえが海軍だらけだ。うざってえ。魔術師バジル・ホーキンス、動けな、撃つぞ。ストローマンの出番はなさそうだな。無理だ。スキャン、インジェクションショット。ラジオナイフ。勝負はここからだろうが。そこまでだ。タクト、すぐに終わる。次に鬱陶しいんだよ。タクト、ラジオナイフ。これでしばらく海軍も寄ってこれねえ。トラファルガー、組むのはいい。俺に命令するな。観念しろ。海へは出さんぞ。おめえらの負けだ。兵力差でな。しなければ。タクト、すぐに終わる。ラジオナイフ。
道ができたな。今のうちに去るとしよう。逃げすな！おい！ラジオナイ！逃げた奴らに釣られて敵が減ったか。ちょうどいい。進むぞ！スキャン！インジェクションショット！タクト！騒ぎの大きい方に行けば麦わら屋にたどり着くはずだ。大軍どもの様子からして麦わらがあっちにいるのは間違いない。タクト！ラジオナイフ！タクト！そこまでだ。楽にしてやる。どれだけ海兵が嫌がれと。すぐ近いはずだ。これ以上は進めねえか。スキャン！インジェクションショット！近くまで来たら敵が多すぎて、これ以上進めねえな。ユースタス、お前も麦わら屋を見に来た。タクト！どんなにイカれた野郎か、この目で確かめてやる。タクト！トラファルガーのイースタスキッドを排除する。じゃあな。タクト！すぐに終わる。俺の名を知ってんの。そこまでだ。この島に七部海が。トラファルガー、てめえ邪魔するなよ。許されたいのか。俺に命令するな。そこだからレーザーだと。噂に聞いてた。ずいぶん違えな。どうにか撃退できたが、七部海とやり合う羽目になるとはな。本当にクマ本人だったのか。まあいい、今は麦わら屋だ。